再排卵は卵化再排卵属の多年層。偽球憩は卵型。偽球憩の長部につく越冬性の葉は強調楕円型で角質。長さ15から35センチメートル。幅3から5センチメートルで、先端は尖る。普通一葉がつく。葉の基部は鞘状になって茎を抱く。花形は直立し。 高さは30から50センチメートルになる。夏季は5から6月で、泡紫褐色の花を相乗過剰に10から20下を下向きにつける。学編と側花弁は線状筆心型で、長さ3から3.5センチメートル、幅4から5ミリメートル、新弁は長さ3センチメートルで、高子色になる。日本では、南千島、北海道、本州、四国、 九州に分布し、産地の臨床に自生する。アジアでは、カラフト南部、朝鮮南部、中国、ヒマラヤに分布する。和名の由来は、果樹の様子を戦場で指揮官が兵を指揮する栽培に見立てたもの。長期栽培や移植が難しい植物として知られる。最終、移植直後は、ニセリン系に蓄積された養分で順調に発育し、開花もする。 しかし新しいニセリン系が、肥大不良となり、多くの場合は、数年で養分の蓄積が枯渇し衰弱故死する。これは、栽廃卵が生育に必要な養分を光り、合成以外に、菌類からも得て生育する、部分的菌重属栄養植物。近年、栽廃卵の種子は、単子菌門のナヨタケ科の菌種である。 コキララタケコープロネラスドメスティカスにより発芽が促されることが人工培養条件下で確認された。ナヨタケカの菌種は生育に必要な養分のすべてを菌根菌に依存するたシロランやイモネヤガラなどから菌根菌として検出されている。これらの卵化植物と菌根共生するナヨタケカの菌種は光合成することなく生育する。 金獣属栄養植物の生育を支えるだけの十分な養分供給能力を有している。さらに、タシロラン、サイハイランそれぞれから検出された金根菌は分子系統解析の結果からも極めて禁煙であることが明らかにされている。このような生態的特性から、サイハイランは緑色葉を有しつつ、金獣属栄養性を発達させる途上にある。 植物であると考えられる。本種には、巣心や、不入り、銀葉と呼ばれる廃炉変異など、数多くの変異個体が発見されており、栽培も試みられている。しかし、それらが栽培下で増殖に成功した事例は、報告されていない。無菌シ種は、エビネ類に準じた、培地、技法で可能だが、培養容器から出して、開花株まで育成した報告は、研究。 営理、趣味、いずれの分野においても確認できない。園芸店などで販売品が見られるが、すべて野生採集個体であり、消費的に栽培されていると推定される。開発や園芸目的の採集で、個体数は減少傾向にあり、埼玉県、千葉県で、絶滅危惧種類、群馬、山梨、奈良、鹿児島の各県で準絶滅危惧種に指定されている。 栽培技術、移植技術ともに未確立であるため、現在のところ自生地保護以外に、効果的な保護対策はない。t. ヤガメエトール、アイデンティフィケーションシンボーティックアビリティオブ、ササイロローチーフンギアイソレーティッドフロムウェイ、フォトシンスティックオーキッド、クリームストラアペンディキュラタ。m. ヤマトエトール、アイソレーションアイデンティフィケーションオブマイコライズル。 フンギアソシエーティングウィズアンアクロロフィルスプラント。エピポジーアムロジアムワイオグラ、スジタエトール、ハイマイコライズルスペシフィシティインエー、ワイドスプレッドミカヘテロトロフィックプラント、エウロフィアツァーリンジェリー。ありがとうございます。